それでは定例の記者会見を始めてさせていただきます。まず冒頭私の方から、発言をさせていただきますが、今週の土曜日10月の25日に、韓国ソウルにおきまして、日韓議連韓日議連の合同総会が持たれます。また総会の後5つの分科会に分かれまして、2時間ないし3時間の濃密な議論が行われるところでございます。で、私も日韓議連の役員の一人、また分科会の一つである法的地位委員会の委員長として参りますので、韓国の国会議員の方々としっかり議論した上でですね、これが日韓韓日関係の改善の一助になるように努力をしていきたいと思っています。また来週は韓国の国会議長も訪日をされて、政界の関係者と会談をされるというふうに聞いておりますので、こういった一連の議員外交がですね、日韓の関係の改善、特に両国の首脳会談につながる、そういった雰囲気づくりにつなげられるように努力をしていきたいと思っております。私からは以上でございます。はい、チームの高本です。冒頭ご発言あった関係なんですけれども、この議連の前後で、パク・クネ大統領と会談する可能性というのは、はい、現時点でどのような、はい、総会の前日であります、24日の金曜日の午後に、パク・クネ大統領と日韓議連の、役員がですね、会談をする方向で、今日韓議連の会長の額賀先生のところで調整をしていただいているというふうに聞いておりますので、ぜひ実現がされるように期待をしたいと思っております。はい、テレビ朝日成田と申します。自民党の方でですね、今日消費税増税などを前にですね、増税判断などを前にですね、本田参与を招いてですね、山本幸三先生などが勉強会を開かれています。増税慎重派と呼ばれる勉強会ですけれども、その中で本田参与、その消費税増税をですね、1年半は遅らせるべきだといった趣旨のお話をされています。一方でですね、公明党が主張されている軽減税率については、予定通り来年10月の引き上げには間に合わないという指摘も一部ではありますけれども、こういった点からいかがお考えでしょうか。はい、これはですね、累次申し上げているところでございますけれども、法律上来年の10月から 10% 引き上げが予定されておりますが、その法律の不足において、事前に政府が経済状況等を見て予定通り実施するかどうか判断をするというふうになってしてされております。具体的には、この4月から6月の3ヶ月間の GDP は年率マイナス 7.1%、 駆け込み需要の反動減でかなり大きな落ち込みがありましたけれども、その後7月から9月の3ヶ月の GDP がどこまで戻ってくるか、こういったことのデータを中心として、総理がご判断をされるというふうに理解をしております。で、この旨、本日の官房長官の会見でもあくまでも経済情勢を見て判断をされるというふうにおっしゃったというふうに伺っておりますので、そういった点については政府としての方針には変わりはないだろうと、従いまして公明党としましては総理の判断を中立的に見守っているという方針に変わりはございません。だってですね、軽減税率の準備がこう間に合わない場合に、遅らせるという判断もあり得るという考え、軽減税率につきましてはこれから自民党と協議をしていくわけですけれども、これは総理の消費税引き上げの判断とは独立した問題であると、別個の問題であるというふうに理解をしております。はい、関連で自身の報告ですけれども、コメントは中立的に総理の方が見守られるということですか。
一方で自民党ではさっきも質問出ましたけれども、山本さんのような動きも出てきているので、こうした動きがですね、政治運動みたいなものがその総理の判断に与えられるなどについてはどのように思いますか。それは総理にお聞きいただきたいと思うんですけれども、自民党の中にもいろんな意見が当然ね、あると思いますので、我が党の中でも内部的にはいろんな意見はあります。しかし、あくまでも総理の判断を見守るという姿勢には変わりはないということでございます。共同の宮本と申します、はい、別件で拉致問題ですけれども、はい、政府が実務者チームを北朝鮮に派遣することになりました、はい、でこれについては解決に向けた期待あるいはそのリスクについてそれぞれどのようにお考えでしょうか。はい、今回北朝鮮にですね、政府関係者を派遣するかどうかの判断についてはですね、党公明党としましては、これは政府の判断に委ねると、党として十分な情報を持っているわけではありませんのでね、そういうことで、公式に申し上げておりましたので、今回、派遣を決定をしたということであればですね、これがぜひ拉致問題の解決に、つながる第一歩になるようにですね、ぜひ、しっかりと交渉といいますか、説明といいますかね、日本の立場をきちんと主張してきていただきたいと、こういうふうに思っております。はい、先ほどの消費税の話に戻るんですけれども、今週は大石さんと松島さんとお二人の閣僚がお辞めになりましたけれども、この閣僚の辞任がその増税の判断に影響されるとお考えになりますか。私はそういうふうに考えておりません。あくまでも法律上は経済状況等を見て判断をするということでございますし、官房長官もその方針に変わりはないというふうにおっしゃっておりますので、政府としてはあくまでも7月から9月の GDP 速報値等を中心として経済状況を見て判断をされるというふうに理解をしております。すいません、はい、日経新聞の飯塚と申します。維新の党がですね、文書交通費の公開義務付けを求める財布法の改正案を衆院に提出しましたが、この法案の内容について政調会長自身どのようにご評価されているかということと、あと党としてどのように今後対応していくか合わせてお聞かせください。はい、法律の中身はちょっと私具体的に承知してないので、コメントは差し控えたいと思いますけれども、これはかねてより山口代表の方から、国会議員全体にわたる問題なので、国会で十分議論すべきだというふうに、申し上げていると思いますので、その方針に変わりはございません。よろしいでしょうか。はい、じゃあありがとうございました。